猫か。猫か、猫か、フェリデイは、食肉目に分類されるとが、最初の猫科の動物が現れたのは、死神魚のことであり、4000万年ほど昔のことである。人間にとって、最も身近な種である家猫が、人間に変わり始めたのは、約1万年前からとされている。オーストラリア大陸、南極大陸、マダガスカルを除く主要な大陸や島。 猫科のすべての種は、捕食動物、プレデターであるため、狩りに適した身体的特徴を持つ。体は、しなやかな筋肉質で、瞬発力を生かした動きで狩りを行う一方、持久力に乏しく、犬科動物のように、長距離を追い回すような狩りは行わない。多くの種は木に登ることが得意で、背中に、迷彩模様を持つ。非常に強力な後足を持陸上動物の中で、 最速の時速 110km で走るチーターや、6m 以上の距離をジャンプする雪氷、木からジャンプして飛ぶ鳥を捕食するマーゲー、水中で狩りをする砂鳥猫などもいる。次回は大型でロート状をしており、周音効果に優れている。次回は頭の上に立つ形のものがほとんどで、目と同じように、両次会を揃えて前方に向けると高い指向性を発揮し、 獲物の距離や方向を、音からも、鋭敏に近くできる。過帳帯域は広く、種によっては 100kHz までの帯域をカバーする。目は大型で、立体視ができ詞規格もある。目は頭蓋の前方を向き、立体的に獲物までの距離を知ることができる。動向は調節する筋肉が作用し、明るさの変化への順応が早い。網膜の感覚細胞の後部に反射層、タタムがあり、 これにより光が感覚細胞を透過せず反射することで二回刺激され暗所でも適用できる。夜に猫の目に光が当たると光るのはこのため。宿道時と三道時とで同行形の差が大きい。これらは多くが元も々ともと夜行性で森で活動していたためと考えられている。なお、暗い場所にいる猫かの動物に正面から光を当てると目が光って見えのは 網膜の反射層によるものである。死列は、門子が上下六本、剣子が上下二本、小球子が上顎六本、下顎四本、大球子が上下二本と、計三十本の種が多い、大山猫類、マヌル猫、アシュイリオモテヤ猫などは、上顎の小球子が四本の多計十八本。剣子は大型で、うんぴょうで、顕著、獲物に噛みつきしとめるのに適している。 陸生食肉目の中で最大の剣士と鋭い列肉場を持ち、短く大きい顎により噛む力は相当強い。第二、第三、第九歯は完全に退化していて、列肉場の奥にある上顎第一、第九歯は痕跡器官となっている。食物を咀嚼する大ス場が退化している代わりに、下にヤスリ状の突起があり、食物を固定、引き裂き、肉を削ぎ落とすことができる。 表属では、舌骨の器部を動かすことができ、これによって吠えることができる。多くの種で爪を鞘に引っ込めることができ、木登りや獲物を捕らえる時にがけ爪を出す。分子系統解析から、原生種は中心予行期に以下の8つの系統に分かれたと考えられる。以下の分類は、こうした分子系統解析の結果を反映させた。 IUCNSSC キャッツスペシャリストグループ2017に基づいている。和名は断りのない限り、伊沢1992に、英名は、和前クラフト2 0 0 5 IUCNSSC キャッツスペシャリストグループ2017に従う。化石種まで含めれば、絶滅したマカイロドゥスアカ、ケンシトラと、 いくつかの原始的な赤み定の属がある。プロアイルルス赤を認める説もある。リンネのキで、猫属、とされたものが7種、ライオントラヒョウジャガーオセロットイエネコを追うヤマネコあり、これは、現在の原生猫化の範囲に、おおよそ対応している。19世紀に、ジョン・エドワード・グレイや、ニコライ・セベルツォフラによって属が多数分割された後、1917年に、レジナルド・インズ・ポコックが、 猫赤、ヒョウ赤、チーター赤の3赤分類したものが現在に続く、原生猫科の解分類の基本となっている。赤に関しては、分子系統解析などから、チーター赤の独立性が否定されているほか、化石種の分類体系との均衡から、原生種をすべて猫赤に含めヒョウ赤を認めない場合もある。属については20世紀中ように、 ジョージ・ゲイ・ロード・シンプソンの影響で原生種が3族、のみにまとめられたこともあるが、その後は一部が復活する形でお,およそ11属から14属が認識されるに至っている。約4分の3以上の種が森林に生息する。夜行性で森や茂みの中で生活する種が多い。主に単独で生活するが、ライオンやチーターは、 血縁関係のある個体で群れを形成することもある。野生の猫科動物は群れ、家族集団で狩りをするライオンを除き、すべて単独で狩りを行う。主に脊椎動物を食べるが、魚類、昆虫、果実を食べることもある。肉の実を食料とする種も多く、ほとんどの地域で食物連鎖の頂点にいる。主に2から3匹の幼獣を生む。出産間隔は、 小型種では年に1から2回、大型種は2から3年に1回。毛皮目的の狩猟、家畜や人間を襲う害獣としての駆除などにより生息数が減少している種もいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。